では、楽な4日制の友久親王杯に行きたいと思います。さあ、ここはね、まあ、中断というところで、まあ、基本的にみんながやっぱり、まあ、新田選手が前で戦っていって、逆にこれ新田選手が先行したっていうのは、ちょっと逆に古性選手にとっては少し、まあ、びっくりしたところじゃないのかなと。そうですね、予想外でしたね、うん、はあ、ちょっとね、まあ、6番が仕掛けるのもちょっと遅かったのは遅かったんだけど、これ新田選手がここから突っ張っていって、まあここをね、しっかりと、まあ、4番手キープ、ここからもう外を、ね、仕掛けていくところらへんはもう惰性を殺さず、まあ、踏み出したその感触のままそのまままくっていった感じはするんだけど、そうですね、まあ感触じゃあんまり良くなかったですけど、新車使ったんで、まあ、でもこれやっぱ弥彦は直線が長いから、その辺も踏まえた走りをしたってこと？いや、あんまり意識せず、そんな、はい、そんな感じでもないですね。まあゴールして3着やなと思ったんで、うん、さあ、それでは続いて2走目いきたいと思います。まあ、これ2走目ローズカップ、この時フレームまたなんか変えたの？これはいつものやつに戻しました。ああ、やっぱり1走目の感触が、まあ2コーナーからまくっていってね、1着取ったけど、感触的にそっちはあまり自分にヒットしなかったと。なんかスカスカしましたね。ああ、足が、はい。それでもう、はい、元のフレームに戻してここ依存だってことで。そうですね。まあここもね、まあ雨の走路で前々にいるあたりはさすがだけど、やっぱりしっかりと3番手取ってるのは、まあ、ここちょっと外並走もあって、最終的にはこれ番手どかしに行って、うん、伸びていくんだけど、やっぱもうここは外に人が、まあ、選手がいて、なかなかもう抜け出せないということで、もう内に入ったって感じ。まあ、その増井君も2周行ってて、こうスピードもこう鈍ってきてる時に、うん、に外にへばりつけられると、やっぱり決めることがあんまできないので、まあ、外も楽になっていくので、まあ、平原さんがこう打ち明けた、タイミングで、まあ、そこをついたって感じですね。まあ、そこら辺のやっぱりその雨の走路でもその辺の判断っていうのはしっかりと自分の中で、やっぱりこう2走目そのフレーム変えたことがやっぱ体の反応的にも良かった。いや、もう2走目はもう 雨風すごくて、ちょっとこう、うん、分からなかったっていうのが正直なところかなっていう感じです。じゃあもう前々に行こうっていう気持ちでだって。そうですね、はい、はい、それではさ 3走目いきましょう。はい。まあ、ここ、後ろを見ながらという感じで。まあ、どうですか？これ、やっぱりもう、突っ張っていくっていうのは分かってますから、これ、一番、もう、新山選手の4番で取れたことは、これ、車番的にも一番車にいたこともそうだろうけど、やっぱ新山選手と対戦するときに、やっぱ、内枠にいる方が、やっぱ、戦いやすいよね。まあそうだと思いますけど、まあ突っ張り先行だけでもないので、うんうん、まあそこはこう難しいところかなとは思いますね。はい。まあここでしっかりと4番手、まあここではもう足を溜めてのこう3コーナーぐらいからまくっていったところはもうやはり新山線のかかりも良かったし、そういう部分で遅めに行ったって感じ。いや、あの、かぶっていけなかったんで、それだけですね。まあ、下がってきた選手がちょうど横にいたっていう感じで。そうですね。それをこう、内外線管内を確保するのに、内に差し込んだんで、まあ、それで重たくなったので、まあ、もう一回外に進路を取りながら回して、当たりついたところで踏んだって感じですね。うん、はい、それでは決勝戦行きたいと思います。まあ、この決勝戦も、もうしっかりと中段キープ。まあ、これでももう決勝、スタート、犬伏選手は取らなかったので、そこをどう思ったんですか？そう、大体犬伏選手は前取る選手ですけども、うん、まあちょっと想定は全くしなかったですね、うん、これは、うん、これでまあ一度もね、あの犬伏選手は仕掛けず、もう打者を過ぎて、まあこうなったらね、北日本駒崎選手はこう踏んでますけど、ここで犬伏選手はこう一人でかましていくんですけども、これはやっぱり
ちょっとレース展開的には少しだいぶ変わった展開になったんじゃないかと思うんだけど。まあそうですね。犬伏くんの仕掛けも、いつもよりだいぶ遅かったですし、うん、まあ自分どうしたらいいかなって一瞬思ったんですけど。まあ展開的にはね、しっかりと4番手から、まあまくっていって、はい、まあ、ここは危なげなく、まあ優勝ということで、はい、まあ犬伏選手のちょっとこう前を取る犬伏選手が取らなかったことは、ちょっと古性選手にとっても誤算だったのかなと思うんだけど、まあそうですね。まあ取ってくれた方がやりやすかったかなっていうのは思ったんですけど。まあ取ってね、引いて構わしてくれば、前にいれば古性選手の番手ぐらいにはもうね、入れそうな感じはしましたけど。まあ、犬伏選手がちょっとね、スタイル変えたというか、戦い方変えてたんで、まあそれでもやっぱり中段にいたわけですから、そこら辺は対処できたんじゃないかという感じはするね。そうですね。はい。まあこれでね、年間、3度優勝したいということで、どうですか、気持ち的にも。まあ、特に満足感もないですけど、まあ、3年間に分けてほしいなって感じですね。1個ずつ。いや、それじゃなくて、また来年もという、再来年もどんどんされていけば、もうこの年間3つを毎年やっていった方が一番いいです。年間1個をやるに、年間2個、3個ってやっていったら。そうですね、うん。まあ、取れるように頑張ります。もうだって、コメント、いつの新聞やったかな、どっかのコメントに、年間グランドスラマーの、それ2回、グランドスラムを2回するというコメントなんか残ってなかった。まあ、竹田先生に学校の時言われました、ね。もうそれもね、まあ、これだけ年間3回、まあ、来年、再来年とどんどんまた 3個と言わず4個でもそうだし、まあ、しっかりと取っていて、その竹田所長が言ったように、年間グランドスラマーを2回できるように頑張ってよ。そうですね。まあなかなか、ちょっとでも近づけるように。はい。それは今じゃね、今充実してるから。でもこの後、まあナショナル組のこう、中野慎二君、慎二選手とか、太田海也選手とか、こうまた出てくると思うんだけど、そういう、選手が帰ってきた時のこう対応策ってある程度少しは考えてる。まあそこでやっぱりこう真っ向勝負できるぐらいの足は欲しいなと思うので、まあその、まあ脚力負けしないようなトレーニングはしっかりやりたいなと思います。わかりました。また、はい、古性選手とこういうね、まあ今度は会っていろいろと聞けるような時に G1 取って、またこういう、はい、リモートではない会ってちょっとお話はしたいと思いますけど、これからも頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。これ、友人の杯、完全優勝なんですけれども、その辺は意識なさいましたか？全くですね、忘れてました。あと、脇本選手がいない大会だったじゃないですか。はい。その辺の気持ちはいかがですか？やっぱりこう、脇本さんがいないと、近畿のね、その力っていうのは減ると思うんで、まあ、実際今回の競輪祭でも、まあ、順位で脇本さんが、まあ、二人、脇本さんと南さんが勝ち上がったりとか、やっぱりこう、南さんのおかげで、その近畿の層が厚くなってるとか、その、かなりあると思うので、まあ、いない段階で結構やっぱ苦しい戦いにはなるよな、とは思ってました。G1 3つ取った、まあ、まあ、その、いつも目標にしている脇本選手がちょっと落車で、こう走れてない時に、やっぱ、しっかりと自分が、その、脇本選手の分までこう3本取ったってことで、まあ、競輪祭もね、脇本選手、このグランプリ出場権が出たっていうことは、まあ、いつも一緒にこう走っている脇本選手がいないときにしっかりとその責任を果たしたからこそ、またグランプリでこう、脇本選手と連携できると思うんだけど、まあ、脇の、そのグランプリに向けてどういう調整、どういうふうにこう、頭の中で考えてるか聞かせてもらえるかな。まあ、脇本さんと合宿する予定、まあ、トレーニングする予定もありますし、まあ、そこでこう、まあ、ちょっとでも脚力が上がれるように、まあ、しっかりこう、悔いのないように調整できたらいいかなと思います。まあ、立川は競輪場もね、直線も長いし、やっぱりある程度、古性選手には、展開的には向きそうなバンクだと思うんで、しっかりと、頑張ってほしいと思います。頑張ります。